北九州空港エアポートバスは、北九州空港と同空港の周辺地域を結ぶ西鉄バス、北九州のリムジンバスの総称2006年3月16日に開港した北九州空港は、スオナダの洋上に建設された海上空港であり、橋でつながれていることから、公共交通機関によるアクセス方法について、福岡県北九州市、 国土交通省九州運輸局、同九州地方整備局、交通事業者、学識経験者、金融機関により、開港前の二千三年から、バス等アクセス検討委員会、機動系アクセス検討委員会の二つの委員会が設けられ、検討が加えられていた。その中で、バス等アクセス検討委員会において、バスを中心とした総合的なアクセスのあり方が検討され、 実現可能なアクセスのあり方について提言がまとめられたことを踏まえ2005年12月7日に西鉄バス北九州北九州市交通局三電交通福岡県バス協会の4団体により北九州空港連絡バス運営協議会が組織され同協議会が主体となって北九州空港エアポートバスとして以下の6系統の空港連絡バスを運行することになった 運行にあたっては、協議会に参画する、事業者が単独運行、または共同運行を行う形となった。若松、戸端、小倉ルート、若松駅前、戸端駅、小倉駅、バスセンター空港黒崎ルート、西鉄黒崎バスセンター空港オリオルート、学研都市、響のオリオ駅空港下関、文字港ルート、下関駅、レトロバ橋2空港急網、 ルート、旧毛駅空港行橋、神田ルート、行橋駅、神田駅空港このうち、1、4、については高速バスとして、5、とロについては、一般道経由の路線バスとして運行された。その後の運行見直しを経て、若松、戸端、小倉ルートは、若松小倉間が廃止されて、小倉ルートとなり、黒崎ルートとオリオルートは統合され、下関、 文字工ルートと行く橋、神田ルートは系統そのものが廃止となった。エアポートバスの運行によって生じる損失分は北九州市が補填しており、その額は平成28年度で約1億6000万円に上る。小倉線の車両小倉線の車両を西鉄バス北九州、小倉自動車営業所が運行している。前日の通り、もとは若松、戸端、小倉ルートとして、 若松始発と畑経由で運行されていた系統だが、小倉発着の直行便が増設された後、若松小倉間が廃止されて、現在に至る。黒崎線の車両黒崎、折を、学研都市線の車両を西鉄バス北九州、八幡自動車営業所が12往復運行している。運行開始当初は、西鉄バス北九州が、黒崎発着の15.5往復。 北九州市営バスが、学研都市発着の12往復を担当し、北九州市営バスの折尾駅発着便は、都市高速経由で、北九州空港へ直行していた。路線統合後、西鉄バス北九州が一旦撤退するまでの間は、北九州市営バス11往復、西鉄バス北九州4往復の体制で、運行していた。JR 九毛駅から神田町の北九州。 林空産業団地を経由する約1 0トルの路線。西鉄バス北九州、弥生川丘自動車営業所が32往復運行している。運行ダイヤが朝の6時頃から夜11時頃までと他の路線と比べて運行時間が長い。関門線の車両を2019年10月27日に運行開始。スターフライヤーの台北。 東円線の発着時刻に合わせて1日1往復運行する。下関、文字港線の車両山口県下関市から文字港エリアを経由して北九州空港を結んでいた路線。運行開始当初から廃止まで1日8往復運行で、スターフライヤーの深夜便をはじめとする一部の便には対応していなかった。運行開始時は三電交通と 西鉄バス北九州が4往復ずつ担当、後に三電交通が8往復を担当した。1便あたりの平均乗車人数が下関文字交換では3.8人、文字交北九州空港間では1.3人と再三ラインを下回っていたことから2011年3月31日限りで廃止された。一方、 スタンフライヤーが自社便搭乗客に限り利用できる下関市内発着の予約制へ乗り合いタクシーをエアポートバスと同額で運行開始した。行橋市から神田町を経由して北九州空港を結んでいた路線。高速道路は開通しておらず一般道経由であった。運行開始時は行橋発着が8往復、日産九州工場発着が9往復の 1> 計1 7往復が運行されていたが、後に、ゆくはし発着のみの旧往復に削減された。運行開始より、国、県並びに、沿線自治体からの補助金を受けながら、運行維持をしてきた路線であったが、利用者の大幅な減少により2009年6月30日に、福岡県バス対策協議会廃止の申し入れを行い、2009年9月末をもって廃止された。後に、 太陽交通が2010年4月20日より2015年3月31日まで、神田城の運行補助により、ソーラッピーの愛称で、神田城北九州空港間のアクセスバスの運行を行っていた。また、2014年4月から2015年1月までの土日宿日限定で、北九州空港と大分県中津市を結ぶシャトルバス、黒カンクンライナーが、 行橋氏を経由していた。ありがとうございます。